久保さん、今回1円にしましょうか。ちょっと2文字になっちゃいますけど、1円に。まあ、僕たちっていうのは、あの、1円もね、どう稼ぐかっていうのを考えてるんですよ。まあ多分久保さんも考えてると思うんですけど、この前ね、僕はあの、どっかの人に、なんかその、すげえ崖、崖のがある海、海沿いの崖のとこ行ったんですけど、なんか1円落ちてたんですよ。拾って、このとこに1円落ちてんだって、ありがとうございますって財布に入れたんですけど、<laughs> 誰もいないしね。<laughs> そう。<laughs> ありがとうございます。 そうなんかね、あのー、なんかお金の勉強をして、自分でこうやる上、やる、お金のことを勉強して、お金のことを常に考えるようになったからこそ、一円の大切さ、どう一円を稼いでいくかっていう、その一円を稼ぐ思考ってほとんどないと思うんですよ、みんな。うん、だからこれは、まあ、全部自分でやると分かります。だから、税金とか経費とか、なんかそういう、もろもろ。 全部自分でやってみると、うん、まあ、昔ね、僕はその、会社間でやった時に、請求書が来ました。で、100円か数円なんか間違って入金しちゃったんだけど、お金足りませんみたいな。だからその数円か数十円か数,円数百円だったと思うんですけど、ただそれだけの違いで、まあ、その、うん、契約は成立しないと。だから、ダメなんですよ。1円でも足りないと。入金ね。これ,これだけ入金してくださいってか、あるながら。 け、負、ま、け、まあもちろんね、中にはま、いいですよって言ってくれる業者もあるかもしれないですけど、まあ経理上ね、まあ、うん、大手さんになればなるほど、無理じゃないですか。まあその、街中のね、商店、商店だったらね、まあいいよ10円負けてやるよってなるかもしれないけど、セブンイレブンでいいよ10円負けてやるよってならないじゃないですか。どうすか街中の商店街だったらあり得るかもしれない。大阪の商店街だったら10円ぐらい負けてやるよってあるかもしれないですけど、セブンイレブンでいいですよ10円負けてあげますって絶対ならないですよね。 必要なんですよ。1円も大事だし、1円も100円も1000円も変わんないですよ。うんまあ、ぶっちゃけその1億も1円の集合体だし、うん。だからまあ、あの昔1円を大事にする人はなんちゃらっていう本が出てましたけど。うん、だからね、お金の勉強すればするほど、1円をどう稼いでいくのかっていう究極系までいけるのかなっていう。で、そこまで到達した方がいいと思います。100万稼ごう。悪くないです。 悪くないんだけども、一円を稼ごうっていうその思考までたどり着いてると、結構ね、あ,あの、まあ、うーん、なん何、うん、すかね、うん、破綻することはあんまないかなっていう。常にその足元もしっかり見て、未来も見てるっていう状態なので、上も見て、下も見て、真ん中も見て、全部見て、常に全体を考えてやってると。うん、それが一番僕は大事だ、かなと思いますけどね。いってらっしゃい。